龍田翔太は、奈良県北葛城郡河合町出身の元プロ野球選手、右投右打ち。河合第一小学校1年生の時に、栗の子少年野球で投手として野球を始め、5年生からは河合フレンズでプレー。6年生の時に全国大会で優勝した。河合第一中学校時代は、葛城 JFK ボーイズに所属し、2年生の時に全国優勝を経験。3年生時の夏にはメキシコで行われた第15回 AA 世界野球選手権大会の日本代表に選ばれ、抑え投手を務め大会の最優秀防御率投手になった。なお、後に日本ハムで同期となる淺間大樹も代表メンバーとしてこの大会に参加していた。大和工業高校では1年生時の秋にベンチ入りし、1年生ながらエースで4番を務めた。2年生の時に春の選抜大会の1回戦で4番投手として先発出場し、9回を投げ2失点だったがチームは敗れた。夏の甲子園、奈良大会の1回戦では公式戦初本塁打となるサヨナラ本塁打を放った。智弁学園との準々決勝では岡本和真を3打数無安打に抑えた。3年生時の夏の甲子園、奈良大会の智弁学園との準決勝では再び岡本と対戦し、4打数2安打1四球2三振1打点だったが、自身初の2桁失点を喫し敗退。同期には向谷拓がおり、2年生時の秋からバッテリーを組んだ。2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに6巡目で指名され、契約金2000万円、年俸480万円で合意し、入団した。2018年10月2日の埼玉西武ライオンズ戦でプロ初登板し、1回無失点だった。2019年は2年連続で2軍で50試合以上に登板したが1軍出場なしに終わり、10月1日に戦力外通告を受けた。11月12日に行われた12球団合同トライアウトに参加し、西岡剛ら対戦打者3人をノーヒットに抑えた。12月2日、自由契約公示。トライアウトでの結果を経て、社会人野球、JR 北海道公式野球クラブに入ることが12月12日に発表された。トライアウト後すぐにチームスタッフが、龍田の実家の奈良県まで出向くなど、獲得に向け誠意を見せていた。このほか、独立リーグや実家の奈良に近い関西のチームからも打診があったというが、まだ地元に戻る年齢じゃない。もっと冒険してみたかったと JR 北海道クラブを選んだ理由を説明している。2020年に JR 北海道に入社し、札幌駅での案内業務などにも携わっている。直球の最速は時速 149km。小学生時代からプロで活躍することを目標に野球に取り組み、高校時代、甲子園大会出場を目標ではなく通過点を捉えていた。そのため、怪我をしてでも出場するといった考えはせず、連戦連投が当たり前となっている高校野球界において、シード権がかかる大会であっても、投げないという選択をすることがあった。また、連投や過剰な投げ込みを課される可能性を考え、私立の強豪校ではなく地元の公立校に進学している。大会での登板拒否は、各 NPB 各球団のスカウトから評価を下げたが、芝草空スカウトの評価は非常に高く、日本ハムのスカウトディレクター、大淵隆は、試合には登板していなくても練習にはしっかり取り組んでいる龍田の姿を見て、誰よりも強い信念を持っていると感じ、肩ひいちの健康そのものよりも、プロで何としても成功するんだという志を貫き通した強さ。これが何者にも代えがたいとこの考えを評価し、ドラフト指名に至った。日本ハム退団後は JR 北海道クラブに加入したが、兄も系列である JR 東海の職員である。ありがとうございます。